6回不合格って普通ありえるんですか？6高級ってのはちょっと聞いたことないですね。高校浪人って相当しんどいと思うんですよ。親が本当に拒否するケースがあるんで、ある一定のラインから上じゃないといく価値がないみたいなような教育がされてるように、母親の雪辱を子供で晴らそうとするパターン。さて始まりました「もてちゃんねん」。さあ今回ですね、塾の人カテゴリーがでかい平野さん、教育百貨店の、はい、平野さんを呼んでいただきました。お願いします。まあですね、今ジャガー横田の横田さんの息子さんである、ね、大志くん JJ って呼ばれてるんですけど、まあ、高校受験落ちまくってて、すごい話題なんですよ、ですね。でまあ自分自身はやっぱ大学受験はずっと長いことやってきましたけど、高校受験はそんなほんのちょっとしかやんなかったんで、まあどちらもやってた、一応バイトの時は高校受験もやってましたね。そうですね、なんでちょっと塾講師に聞いてみたいんですけど、まず6回不合格って普通ありえるんですか、高校受験で？いや、そもそもこれツッコミどころが多すぎて、6校を受けること自体はかなり珍しいですし、仮に6校を受けるんだったら6校全部落ちちゃうような受け方はしないですよね、普通。確かに。まあ大学入試だとそういうのあるじゃないですか。もちろんその6校受けて難関、例えば早稲田をこうね、ローラー作戦でバーッと受けたけど、結局どこも受かりませんでしたとかっていうのはあるんですけど、まあ大学受験は、難関の大学受験は落ちるもの、高校受験は受かるものだと思うんで、ちょっと6回ってそれあるの？いやもう僕の塾講師歴だいたい7年ぐらいですけど、の中で、6校受けるってのはちょっと聞いたことないですね。あ、やっぱりまあ多くても4つ、公立高校が2校受けられる都道府県、愛知県とかそうですけど、が私立を2校受けて4つみたいな感じが一般的かなと思うんですよね。で、多分、公立高校1個と、あと私立高校5個っていう受け方を多分してると思うんですけど、公立落ちたら私立行くしかないので、その私立が仮に5個、不合格ってなると、まあなんか、お父さんお母さんがどうとかよりは、本人ですよね。本人のメンタルがちょっとかわいそうかな。もうちょっと受けさせ方があったんじゃないのかなっていうふうに思いますよ。本当に受けてるのかっていうのもね、ちょっとねっていう感じなんですけど、まあやっぱ教えてた時も、まあ抑えの私立1個、でプラスでちょっと高い私立、で公立みたいな感じで3つぐらいが多かったなっていう印象ですね。いや普通はそうですよ、普通の高校受験はそうですね。大学受験だと、まあ、それは、早慶2個受けて、マーチ2個受けて、ニットコマセ2個受けて、早慶受かったらラッキーみたいな受け方をするじゃないですか。で、高校受験も、6個受けるんだったら、そういう受け方をしないとダメですよね。挑戦校2個、実力層が2個、滑り止めが2個、みたいな受け方をしないと、その高校浪人って相当しんどいと思うんですよ。大学の浪人と違って、高校浪人ってそんな、パーセントに直ったら1%とか、なんかそういうレベルだと思うんですよね。大学の浪人は2割ぐらいいるとか3割ぐらいいるみたいな、医学部だったら4割5割いるみたいなことって当たり前なんでいいんですけど、やっぱ本人のメンタルのこと考えるとちょっと受けさせ方ミスったんじゃないかなと思いますよね。滑り止めがなかったんですかね。ちなみにこれは僕の経験なんですけど、滑り止めなんて受けなくていいっていうのって本人のパターンもあるし、あと親が言うパターンもあるんですよね。もうこれ以上の大学じゃなかったら行かなくていいからみたいな。ああ、ありますね、そういうのね。なるんで、多分高校でもこれ以下だったら、あなたはお医者さんになれないから、みたいな。お父さんとパパと同じ職業になれないから、これ以上受けなさいって言って、そこよりも上を6個受けたりすると、まあ全部落ちるっていうことは、まああり得るんじゃないのかなと思うんですよね。憶測ですけど、多分、まあお母さんがそういう風に受けさせたんじゃないかなっていうふうには思いますけどね。分かんないです。分かんないです。本人から違うって来たらどうしよう。ごめんなさい。違うって来たらごめんなさいって言いますけど、滑り止めを受けたような感じの落ち方ではない気がします。そうですね。自分も2つしか受けてなかったですし、まあまあまあ賢くなかったからそんななるほど。はい。だから6っていう数字はなかなかでもっと受けるっぽいですもんね、これね。6個落ちてもっとそんなにあるんだなって日程。そうっすよね。日程結構かぶっちゃって、こっちしか受けられないとかっていろいろある結果、そんなたくさん受けられないってなるのが実情だと思うんですけどね。もう多分全国のそこそこのぱ進学校って言われてるところの受験カレンダー用意して、もう上から順番でローラー作戦みたいな感じをやってるように僕は思うんですよね。で、都道府県も問わず、都内だけじゃなくて関西とか福岡とかも含めて進学校ってありますから、で下宿するお金もきっとね、お父さんがお医者さんなんで全然問題なくあるでしょうし、やっぱなんかこうある一定のラインから上じゃないと行く価値がないみたいなような教育がされてるように僕は感じますね。なるほどね。そういう状況。まあじゃあ自分が先生だったとして、大志くん JJ の先生だったとしたら、まあちゃんと滑り止めやってこうやってみたいに。やります？まあやりますね、やっぱり。もし仮に6校って決めたんだったら、やっぱ上位が2つ、中間2つ、滑り止め2つっていうやっぱ受けさせ方をするかなと思います。これ以上増やせるんだったら、上を増やしてもいいと思います。10校とかにするんだったら、5、3、2とかでも、順番的には上から順にそういうふうに受けてもいいのかなって思います。そうすれば、例えば早稲田大学を全部ローラーして、まあちょっと受けて2とかません2個受けてみたいな受け方できると思うんで、まあそれの高校受験バージョンをまあ僕だったらやるとは思いますね。なるほど。でもそれも結構面談とかで勧めてもね、親が本当に拒否するケースがあるんで、これよりも下はみたいな。はいはい、ありますね。多分学校の先生とかもそういうのに直面する時って多分あると思うんですよ。ここに同じ2点シリーズが2個ボンってあって、この近所だからってことで賢い子はこっち、賢くない子はこっちみたいなふうに誘導していくんですけど、低い方は受けたくないみたいなふうに言う親がいて、学校の先生も内申点が足りないから困っちゃうみたいな、落ちますよって警告してるのにいいですみたいな、なるほどなっちゃうっていうのはあると思いますね。で結構やっぱりそんな受験のね結果を公開するなみたいなね声がね、来てたりとかもしてて、で話題作りだろうとかって来てたりもしてて、いやメインは自分へのみそぎですほうみそぎなんだ。みそぎなんですね。そうなんだ。Please kill me とか書いたりしてる。I lost all my motivation だって。モチベーションを失った。まあこの今のパターンは高校受験ですけど、大学受験とかのやっぱ面談が僕一番多いんですけど、母親の雪辱を子供で晴らそうとするパターン。ありますね。これが一番厄介ですね。へえ、そうなんですね。もう本当にこの大学以上しかやっぱ入れないみたいなふうに言う。例えばお母さんとかがごめんなさいね、全く勉強してなくて、やっぱそれでこう職場とかでバカにされたりすると、自分では雪辱を果たせないから子供に雪辱を果たせるみたいな。で、私は高卒だけど息子は早稲田へ入れたのよみたいなふうに言いたいお母さんって意外といるんですよね。そうなんですね。めちゃくちゃ多くはないですけどいます。そういう自分の雪辱を果たしてほしい、自分の雪辱を晴らしたいみたいないるんで、まあ、そのパターンかもしれませんね。なるほど。で夫が医者だから、やっぱり上の高校にみたいな。まあそっか、中学受験高校受験それぞれありそうですね、そういうのは。いやまああると思いますよ、やっぱり。なるほどね。けどもねどうしました？使えない使えないいきなりああしまった、個人名を出してしまったいやいや使えないしそういうのはやっぱりありますもんね。絶対東大に入れたいとかね、そう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 、ありますもん本当ね。ありますね。東大京大クラスになってくるとお父さんの雪辱みたいな始まったりしますね。お母さんの雪辱で東大とかはあんま聞いたことないですね。お父さんの雪辱で東大とかはありますやっぱり。で一体どうなるのかわかんないですけど、まあ、僕は合格してほしいと応援してますんで。もちろん僕も合格してほしいなと思います。受かった高校に楽しく通ってほしいなって思いますね、やっぱ。それまあ多分高校名とか出さないんでしょうね。まあそう取材殺到しちゃいます本当どこ受けたのかね気になりますけどね。6校どこだったんでしょう。頑張ってください。はい、もうこの最後の方まで見てるかわかんない本人が、途中まで見ていや、割と普通のこと言ってたからな皆さんの意見もですね、ぜひコメント欄でお聞かせください。はい、今回は平野さんにおいでいただきましてありがとうございました。